おお、おっと、大丈夫か、おっと、大丈夫？あ、あ、だ、おっと、あ、大丈夫、5番の騎手さん。大丈夫、あ、でも歩けてよかった。怪我だけは気をつけて、5番が空場です。落馬されました。さあ、波乱の幕開けとなった中京11レース、東海ステークスですね。先週できなかったんで、今週は当てたいところではある。豊さん、はよ4400勝してくれや。今日もう本命っていうより頑張れ馬券やで、もう。予想もクソもねえ。東海ステークスって荒れるよね、比較的。だから、来る、どうだろうね。後ろすぎね。12後ろすぎね。これ、来ないんじゃないの？大丈夫？いや、落馬もされたしさ。いや、後ろすぎるって。12後ろすぎる。10、13、2。いや。遅っペース。ペース遅っ。ペース遅っ。10番、13、カラバが追って。いやー、ハヤブサなんでくん？なんでくん？ 12、あー、外、あー、でも前に俺はもう終わったよ。もう無理、はい、終わりました。はい。あー、武豊、ロンできなかったね。今日ね、4000勝いけるかなと、4400勝いけるかなと思ってね、最後のレース勝ったけど、一発つも、配定つももならず、ロン、入局ということで。空馬が、10、5、5はちゃん、5は空馬や、空馬。10番、4番、13番、これ、あれやん。10番、4番、13、ワン、ツー、スリーやない、ワン、ツー、スリー、安いって。安いカオル！安いカオルって言うよ。ファンザね。ファンザで10円セールやっております。まあ、実質、ファンザが10円だから実質勝ちやろ。やった！意味わかんない。竹さんは12着。はよ、4400勝決めて。でもまあ、うん。ファンザが10円セールだから、オッケー！問題ないということで、佐野夏ちゃん、大好き。